はいどうも皆さん、こんにちは、ゆうきでございます。せーかたでですね、本日が11月の19日、木曜日でございます。時間がですね、午前8時15分というところで今日の動画をね、撮影していこうかなと思っている次第です。8時だよ、全員集合ということでね、今日もね、皆さんに元気と情報をお届けしてまいりますので、ぜひね、最後までお付き合いいただけたらなと思っております。えー僕のチャンネルではですね、3 6 4日休まず仮想通貨のチャートを見続けてきた僕のチャート分析をメインですね、その時気になったリアルタイムのね、仮想通貨に回するニュースなどなど、など、楽しくお送りするチャンネルとなっております、え。ー 投資に興味がある方、もしくは仮想通貨に興味がある方、なんやったらお金持ちになりたい方、などなど、えー、チャンネル登録をしていただいて、引き続きご覧いただけるとね、皆さんの投資に役立つ知識みたいなところも、えー、ご提供できるかなと、お届けできるかなと思いますので、ぜひね、えー、チャンネル登録ボタンの方よろしくお願いいたします。ということで、今日もね、スタートしていこうかなと思っておりますが、 まずはですね、いつも通り、えー、スタートですね。スタートは、えー、今日は今日もここからということで、私のね、ユーキーズトレ、えー、コミュニティトレードバトルっていうね、今、オリジナルのトレードバトル、えー、開催させていただいておりまして、神7の発表からい、行きたいなと思います。さらっと言いきましょうね。はい。最近ちょっとね、引っ張りすぎた感はあった。確かに。申し訳ない。というわけで、さらっと言います。えー、神0は、えー、今のところ、まだ、えー、不動のともみでございまして、神1、えー、1位ですね、第1位。 なんとですね、ロレクサン 7K、不動ですね。もう不動になってきたな。不動の1位というところで28 9、289%約300%。若干少しだけ減らしたんかな感じ的に言うと。まあ、それでも289%って言ったらもう素晴らしいえ結果でございます。おめでとうございます。で、次がナンバー2、テイカーボット。ボットが上がってきましたね。素晴らしい。この前、つい最近ですよ。ね、バイビットでボット対ね、人間っていう形でやってましたけど。 機械大人間みたいなね、やってましたけど、そのボットさん、テイカーボットさんが、え、なんと60%をえキープしての第2位、え、神2ですね。で、神3が、シャオシャオちゃんが上がってまいりました44.15%。あ、ごめんなさい。テイカーボットさんが、え、60.01%。これも素晴らしいですね。はい。で、シャオシャオちゃんが44.15%。で、神4がティスセブンセ7 7ということでね、ダブル7かなうん。 C2 的な感じでいくと、セブン2かなわからんけど、えーティスさん、えーティスさんが35%、えー紙4ですね、紙5がついに上がってきました、ラビットちゃん、ラビットちゃんおめでとう、第五位ですね、ラビットカビン5、えー、28.77%のエソネキツオ、素晴らしい。で、えー紙6が32、コーペン、コーペンちゃんも、えー、頑張ってね、紙7を維持しておりますよというところで、えー、パー この辺りももう本当に、いやもういつ入れかってもおかしくない。ずっと言ってますけどね。もう本当に団子状態なので、もうワンクリックワントレード。で、もうすぐひっくり返るような、ええー、まあ損益率になってるかなと思います。 ほいで、神セブンが、ついにまた上がってまいりました。タマキャン。なぁ、キャマ、キャンタマ。うん、あー危ない危ない。朝から、朝から、下ネタは良くないよ。うん、タマキャン。タマキャンが16.05%。で、すぐ下にね、第8位の赤石さんが15%とかなんで、もうこのあたりもう本当にね、ずっと言っておりますが、入れ替わりが激しくなってくるんじゃなかろうかと、熾烈を極めるんじゃないかなという感じでございますが、まもなくね、終了という形になりますので、引き続きね、頑張ってトレードの方をしていっていただけたらなと思っております。ということで、今日の神セブンの ーーナーでございましたはい、というわけでね、本題に入っていくんですが、ちょっとね、一個気になるニュースというか、皆さんにお伝えしておくニュース一つだけありますので、そちらから先行こうかなと思っております。はい CME、まあよく僕がね、窓窓って言ってるね、えー、先物ですね、えー、ビットコインの先物の、えー、おい、 おいっ,すっつってね、これ、蝶さんのことちゃうよ。怒り屋の長助さんのことちゃう。うん。これはもう、あの、未,未決裁縦玉ってやつですね。うん、これ、玉玉とか言う人もおったりするんやけど、玉玉やったら玉た玉またまやからな。それも絞ぼれた。危ない。ね。えー、縦玉ですね。これ、読み方、結構ねわ、えー、わからない初心者の方もいらっしゃると思うんですけど、あの、縦る玉と書いて、縦玉と読みますね。ここだけちょっと、えー、初心者の方は覚えておかれると、こう、黒と感が出るかな。うん。 おいっすっていうのとね、あとは、あの、縦よっていうので、もうちょっと、あ、この人投資できるのかしらキラ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 っ,つってね、あの、あの、専門の眼差しを、えーあの、受けること間違いなしというところで、まあ、未決済、要は、まだ、えー、決済してないポジションで、ね、えー、のことを、おい、えー、ーおあと書きますね。なので、まあ、このあたりはちょっとね、え、知識として入れといていただけたらと思いますが、そのね、え、価格がなんとですね、え、1000億円を超えてきたと、 素晴らしいですね。うん。まあ、やっぱり今、だいぶね、加熱してきてるし、みんながね、ビットコインに注目し始めてる。まだし始めてるぐらいと思うんですよね。うん。あのー、もう本当にバブルの時みたいに、毎日テレビで聞くわ、みたいなことはないわけですよ。ビットコインの話がもう、なんやったらもうスッキリでも、え、もうあのテレビでも、みたいな感じのことはないわけで、えー、まだね、えー、注目し始めてるぐらい、特に日本はね。うん。で、考えといていいかなと思いますが、ま、あそれがね、えー、ついに1000億円、先物が1000億円突破しちゃうというところで、ま、あかなりね、今のところはやっぱりまだ注目引き続き 注目を集めているとで、個別で見ると CME、えー、シカゴマーカンタイル取引所のビットコイン先物おいは、えー、9億7500万ドル、えー、約1000億円を超えており、過去最高レベルとなっておるというところですね。で、ビットコインの価格の高騰の理由としては相次ぐ高材料、まあいろんなありましたよね。どっかの企業が何,何億円分ビットコイン買ったよとか、えー、どっかの国でビットコインがあの決済できるようになったよとかね。まあいろいろこう、いろんな高材料、コ、えー高ファンダと言われるんですよね。ファンダメンタルズが、えー 出現したことによってのまあ、加熱感もありつつって感じですねでそれがまあね、どん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 こうなんていうんですか相乗効果というか で、登ってきた感じですよね、今ね。で、CME のビットコイン先物がローンチされたのはバブルの真った中であった、えー、17年の12月のことであり、デリバティブ市場の環境は以前とは大幅に変化しているよっていうところまで書いておりますが、まあ、特にね、あのー、<laughs> なんていうの、特筆して言うことはないんですが、えー、とりあえずその CME のね、ビットコインが1000億円、えー、過去最高レベルにまで達しているよっていうところだけちょっと頭にふわっと入れておいてもらえたらいいかなという感じでございます。はい。というわけでね、えー、本題に入っていこうかなと思いますが、ビットコインですね。まあ、僕の中では今かなり重要局面に、えー、来てる じゃなないかなっていうところで考えておりまして、まあなんでかっていうと、まあ昨日の時点でね、えお、ー、っきな乱高下がありましたよと。で、まあ一番トップからでいくと192万からね、190万超えた、200万いくやんっていうところからの急激な、えー、落下、急落があって、179万まで一気に落ちましたよと。で、ね、大体いいまあえーと、13万円幅ぐらいかな。 うん、の、え、下落、急落が起こりましたよ。で、そっからもう一気にヒゲで押し戻しての、えー、高値付近まで行くけど、えー、高値は超えれずに一度下落してきているような形で、今現状ですよ、というところです。はい。で、ここでね、惜しかったというか、ま、あ、これね、ちょっと僕のいつも言っている、自分の引いてるラインよりも、手前側に差し根を置いてた方やと、もしかすると刺さってたかもしれないんですけど、えー、僕がやってたね、178万円が、えー、前回の、えー、も、 えー、高値の部分になりますよと、だからそのあたりでサポートされるんちゃうかしらっていう話をしてたんですが、もう本当にギリギリ届かなかった。万円 僕のヒデののがね、ちょうど178万円ぐらいだったので、うん、179万円というところで、まあ、若干届かず、えー、に反発していったというところですね。はい。ただ、まあ、もう一回同じラインまで落ちてきてるので、まあ、それで言うと、ここで、えー、ロングでポジション取れたとしても、この高値手前で、えー、決済できてなければ、結果的にはね、あの、同じような下落を食らって、精神的に、あの、衛生上良くなかったかなと。だからある意味、刺さらなくても良かったのかなっていう、えー、局面ではありましたが、まあ、今現状、こういった形で押しも 戻されてててががね本長いい下ヒゲが出てきておりますよという感じで、すねでなんで僕が重要え局面って言ったかっていうとこっからなんですよ。今までの強いビットコインっていうのが未だ健在であればよ。健在であればえ、まず安値をちょっとずつ切り上げていきます。まあ、ここもそうなんですけど、まあ、若干ながら切り上げてるんですよ。特にドル建てで見ると、まあ、もう少し明確に切り上げてるんですが、まあ、若干ながら切り上げつつ、切り上げつつ、ここも切り上げてますね。 で、ここがポイント。こっから、えー、ダブルボトムを組みます。いつも、えー、今までの流れを踏襲するのであればね、うん、ここからダブルボトムを組んで、ここでね、高値切り下げてるんですよ。もう普段やったらここはもう下落トレンド発生するとこなんですよ、ビットコインの世、えー。いつもながら、もうちょっと前、えー、今年の初めとかぐらいの流れでいくと、ここはもうこういう流れが出てくる、来てもおかしくない場面。 なんですがこの意識されるであろうラインをダブルボトムを組んでブレイクしてくるんですよブレイクアップしてくるんですよ。ということでねもう朝から。 8時15分から歌う、歌っていくスタイルでお送りしておりますが、えー、もうこれブレイクアップしていくわけですよ。で、前回の高値を超えていく。これが、えー、今のビットコインの強さの象徴である流れですね。うん、ここが見れるかどうかで、えー、全く、えー、これから先のトレードが変わってくると思いますので、ここが一番の注目ポイントになってくるかなという感じです。で、ただね、このダブルボトム一発で、えー、前回の高値を超えてくるかって言われると、これね、何回かあった流れでもう一つあるんですけど、ダブルボトム組んで、 トレンドラインはブレイクアップします。ブレイクしてきます。で、そっから、もう一段階、このね、ちょうどダブルボトムのネックラインぐらいのラインですね。だいたい円立てでいくと185万ぐらいの付近。で、もう一段階のダブルボトムを組んで、上昇に転じる。この形も結構よく見られてくるので、まあ、なので、まあ、ある意味ブレイクしてきました。まあ、飛び乗るのもまあ、なしじゃないんですけど、一旦、 戻ってきたところ、おしめをつけたところで買っていくと、なお、えー、リスクリワード的にいいトレードができるんじゃないかな、なんていう風に思っておりますので、まあ、このあたりはぜひね、あの、チェックしておいていただけたらと思います。なので、あの、特にね、安値を割るときって、大体今までの流れでいくと、髭なんですよ。全員髭。あの、実態で安値を割ってるってことはほぼないと言っていいでしょう。 なので、逆に言うと、実体で、この前回の安値ですね。179万っていうライン。179万円を、1時間足なり4時間足なりでも、どっちでもいいんですけど、どっちでもいいことはないな。1時間足レベルで、えー、実体で、えー、切り下げることがあれば、ちょっと要注意ですせっていうところだけ押さえておいて。ここは絶対に覚えておいてください。うん。あの、やっぱり、いつ、急落暴落、ま、今回みたいな13万幅どころじゃない急落が起こるかもしれない。 あの、もう本当に100 17年、2017年の暴落を知っている人が、知っていれば知っているほど、やっぱ手を出せないんですっていうね、ツイートが、あもう散見しております。ああ、もう17年が余儀ってトレードできないみたいな、もう我慢できないみたいなね、うん、そんなところがね、あのー、すごいツイート、ツイートの方、つぶやきでね、あのー、散見しておりますので、なので、いつそのね、あの、大幅な調整といいますか、下落といいますか、暴落といいますかが、が起こるかはわからないっていうのだけちゃんと押さえておかないといけないので、 そういった、ここを割ったら危ないよねっていうところは、押さえておいた方がいいと思います。はい。なので、このあたりだけちょっと注意しつつ、えー、これからね、トレードに、皆さんのトレードにお役立ていただけたらと思います。なので、僕の第一注目ポイントでいくと、こっからダブルボトム、前回の安値である、えー、っとね、181万5 0 0 0っていうところかな。うん。ちょうどね、えー、っと、75かな。 50か。うん。50の、えー、50MA のラインのあたりですね。1時間足レベルで。えー、円建てね。円建ての1時間足の、ええー、と、50MA の181万円。このあたりを、一度踏んできた結果、上がってくれるかどうか。で、このトレンドライン引いといてもらっていいと思います。この意識されるであろう、このトレンドラインをブレイクアップしてくるかどうかっていうところを一つ、えー、注目ポイント。で、次の注目ポイントが、えー、安値をじっと 実体でよ。実体で。ヒゲではなく、実体で、えー、割ってきたとき。これはちょっと一旦目線をフラットに戻す必要が出てくるかなという感じを持っておりますので、この二つを注意しながら、えー、皆さんのトレードにお役立ていただけたらなと思います。はい。というわけで、ちょっとね、えー、時価総額ランキング、ちらちッチらと見ていきますが、全体的にね、あんま動いてないかなというところ、リップルだけちょっと下げてきてるんですけど、それでもまあ30円はギリギリキープできてるから、そこに関して言うと、30円割ってくるまでは、まあ一旦、まあ見といていいんじゃないかなという感じかな。うん。 で、えっ、ー、とね、ネムとかもね、若干下げてきてるんですよね。まあ、で、ネムは14円割ってきてるので、もうちょっと下下がってくるかもな、みたいなところではありますが、まあ、一応全面安みたいな感じですが、ほぼほぼプラマイで言うと、まあ3、3%ぐらい。プラス3%からマイナス3%ぐらいまでの間で、まあえー、上位銘柄系は推移してるのかな、っていう感じですね。なので、ま、あそこまで暴落っていう感じじゃないっていう感じで見ておりますよ、というところでございます。はい。ではね、どれだけの、今日のね、よいしょ、トレードのポイントみたいなのを、えー やっていいここうかなと思いますがこちらもねほぼ一緒。<laughs> ほぼ一緒これ一時間足、同じくで、ね、ビットコインの一時間足ドル建てですね。で、さっき言ってたの、えー、見てもらったら分かると思うんですけど、水平線引いてみようか。よいしょ。よいしょ。ここね、これ見てもらったら分かると思うんですけど、若干切り上げてるんですよ。 えっとね、一番最安値が、えー、どこまでいったかっていうと、17,235まで落ちてきてます。一旦の、えー、急落でね。で、次の、えー、下落では、17,303なので、50ドル幅ぐらい切り上げてきてるんですよね。で、次が、えー、もう少し切り上げて、次の安値が17,500。で、17,500は、これね、ここもね、1000引いといてほしい。17,500ドル。ここもね、見てもらったらわかるように、かなり意識されてるラインなんですよ。 こここでしょこのヒゲでタッチヒゲでタッチタッチタッチここにタッチワオ言うてねうんワオ言うてるわけですよ、うん、もうここにもタッチしてると。 で、あなたから、で、タッチで、ここで、ダブルボトムを作ってくるかっていうところ。なので、このね、トレンドラインも引いといてもらっていいと思います。このね、下落の、えー、高値の切り下げのトレンドライン。で、ある意味、今で言うと、まあ、ある意味で言うと、ディセンディングトライアングル。えー、僕のチャンネル風に言うと、イニシャル D チャートですよね。アウトサイドが、えー、もう、インのノーズを抑え込んでしまって、もう、アクセル開けれねえぜっ,つって、えー、そっちの方向に落ちていくっていうシナリオの、 えチャートパターンなんですが、これも今までは散々否定してきてます。あ、ディセトラや、これは落ちるで、はい、ダブルボトム否定で爆上げ、みたいなことをずーっと行ってきてるので、ここは絶対に注意が必要。さっきの円建てでも説明しましたね。しまったね言ってるけど、しましたね。なので、ここは絶対的に抑えておくべきポイントになってくるかなと。はい。なので、えっ、ー、と、ドル建てでいくと、えーとね、やっぱね、17,250。 1万7千250、え、225なんかこれは。225。250にしとこうか。1万7千250。切りよくね。1万7千250。ほんまやったら225とか、えー、刻んだ方が、えー、正確であるんですけども、まあ、このあたりを1時間足レベルで実体で割ってくるようなことがあれば、えー、要注目。えー、こから急落するかもねっていうところになってきますので、えー、ヒゲで押し戻されているところは、結局は、要は貝が入ってきてるんですよね。その価格帯で。 要はまだ買いやつがあるっていうことなので、あの、ここに関しては特に問題ないかなと。まだ上っていうのも可能性は捨てられないかなという感じ。ただこれを実態で割ってくる。要はもう買いやつがもう入ってこない。くなってくると、もうね、あの、皆さんが、例えばですけど、利格していった形になったりとか、要はもう買う人たちがいなくなって、どん,どん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 価格を下げていくような、ショート相場になってくる可能性がありますので、このあたりをチェックポイントにビットコインは見ていただけたらなと思います。はい。なので、どれだけでも同じく、えー、 トレンンドライン引いててもらって 1, 時間1時間足が僕一番今見やすいと思います。1時間足で見てもらって、トレンドライン引いてもらって、高値の切り下げ。で、ここでダブルボトムを組むか。で、このトレンドラインをブレイクできるかどうか、ブレイクアップできるかどうかっていうのが一番重要なポイントになってきますので、ここを押さえておく。で、一旦え手を離して、ちょっとこうチャートの動きというか、まあプライスアクションを見ていかないといけなくなってくるのは17,250を実体で割ってきたとき。 ここをしっかりと押さえ、2点押さえておいてもらえると、分かりやすく、ええー、皆さんのトレードにお役立ていただけるんじゃないかなと思います。というわけで次がリップル。リップル、これ、冷やしなんですけどね、リップルね、かなりおっきめな陰線につけちゃいましたえ。実際最高値でいくと0.30。 えー、30ドル、えー3、約31かな ?0.31 ドルまで上がったんですが、実際、えー、大きく下げての0.28まで落ち,落ちてきてます。なので、えーえー 0. 0.2、0.02かなドルぐらい。分、えー、下落してきてて、で、まあ、一応下ヒゲはつけてるんですが、えー、陰線であると。ビットコインはギリギリ要線保ってます。うん。なんですが、えー、一応ね、 多少ね、プライスアクション的にはやっぱり買いが入ってきて戻しては来てるんですけど、まあ、こっからね、ほぼほぼビットコインと同じような形で見ていくんですが、これも1時間足ね。よいしょ。これね、実体、実体の感じでいくと、ここね、俗に言うだから、えー、金森勇希チャート的に言うと、これクレヨン新茶のツンツンチャートが出てきてるわけですよ。ここが決まってくる。えー、だいたい、えー、っとね、ネックラインが、えー、0.295っていうところなんで、0.295ブレイクアップ、Wake Me u p ちょっと控えめ、うん。2回目ですからね。えー、ブレイクアップしてきて、なおかつね、今短期戦で抑えられてるんですよ。MA の25。25MA で抑えられてるので、このあたりをブレイクアップしてくるのであれば、再び上昇してきての最高値に挑戦。まあ、ビットコインが同じような流れになると思うので、そのあたりはビットコインと並行して見ていくと分かりやすくなってくるかなという感じでございますが、えー、結構ね、リップルも強い上昇ではあったんですが、今一旦押し目をつけておりますので、このあたりから次の動きっていうのを、えー、必要になってくるかなと。はい。なので、もしね、リップルでトレードしていくのであれば、 一旦、ね、0.295をブレイクアップした後に、えー、一旦その0.295付近までネックラインタッチしに来ると思うのでそのネックラインを背に、えー、上昇トレンドっていうのを掴んでいくみたいな形がまあ、一番あのベストかなとベターオブベストかなという感じで思っておりますのでこの辺りは、えー、ぜひ、ね、チェックしておいていただけたらと思いますはい、で次がイーサリアムちょっと時間がね、えー、迫ってきましたので、えー、ささっと駆け足でいきますが、えー、イーサリアムも日足、えー、陰性でございます、えー、どっちもね、えー、上ヒゲも下髭も長いまあ、 コマみたいな感じですね陰線のコマみたいな形になってるんですけれども、まあ一応、えー、ちょっと陰線的に、えー、ちょっとね、下の方を見つつっていう感じになってくるかなと、えー、イーサリアムでいくとね。ただ、ほぼほぼ、リップルと今同じような形で、えー、推移してきてるので、まあ同じ形で見ていけばいいのかなと。ただね、えー、っとね、若干、まあ安値は切り上げてるんか。 そうね、安値は切り上げてるからなんですけど、まあ逆三存っていう感じではないかなと。ここがダブルボトムっぽくなってたんやけど、え否定されてもう一回下落と。で、こっからですよね、一旦ちょっと強めの上昇があるので、もう一回、えー、そのね、前回の安値である470ドル試しに来てから上がってくる。もしくは、このまま、 ここがダブルボトムと仮定して、で、もうネックラインはブレイクしてるので、476ドル付近ぐらいまで一回下げてきて、ネックライン試して、で、上昇する。で、前回の高値である482ドル、480ドル付近っていうのをブレイクアップしてくると、上昇を見ていっていいんじゃないかなっていう感じの切り替えになるかなと。なので、このあたり、480っていうところは意識されるラインだと思われますので、ここが勝負ポイントになってくるかなと。ここを抜けれるかないしは、ここでレジスタンスされるか。 で、えー、例えばですけど逆にダブルボトムからのダブルトップねが出てきて、えー、下落してくる方向っていうのもありえますのでまあ、このあたりがイーサリアムの、えー、チェックポイントになってくるかなと思いますのでここをねぜひ皆さんのトレードにお役立ていただけたらなと思っております。というところで今日はね以上で終わっておきたいと思います。さあ えー、もうね、週末、まもなく週末ですね。泣えたらもう年末ですね。まあ、今年もね、もう間もなく終わろうとしておりますが、本当にね、優秀の日を飾ってね、気持ちよく、えー、今年もね、終われたらと思うんですが、まあ、まもなくですよ、えー。僕の誕生日である12月1日のライブ配信も迫ってきておりますので、皆さんぜひね、えー、そのあたりは、えー、予定開けといてもらって、えー、遊びに来てもらって、えー、勇気に還元、ふふふ、してくれたり、してもらえたらなと思っておりますよというところと、あとはね、今月まだもう一回ね、ライブ配信、えー、予定しておりますので、そこはね、皆さんお楽しみに。 楽しみにしておいていただけたらと思います。はい、あとはええー、と、ツイッター最近ね、えー、ずっと言っておりますが、力を入れております。 あのー、危ない時は危ないって言うし、えー、ここポジション取りやすそうやなっていうところは、えー、ポジション取れって言うとね、あのー、煽ってる形になってしまって、まあ、なんかこう、アンチとかに叩かれたりするので、あのー、ここ熱そうやなみたいな感じでね、僕のキャラクターっぽくつぶやいておりますので、そのあたりはね、ぜひね、動画の概要欄から、ぜひ、えー、フォローの方よろしくお願いいたします。はい。あとはね、えー、今日の動画ご覧いただきまして、あ、ためになったなとか、面白かったなとかね、あ、お金持ちになりたいから、これからも見ていこうかなと思われた方は、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、応援していただけると、皆さんのね、 投資のお役立ていただけるような情報っていうのをすぐねお届けできるかなと思います。はい。というわけで以上で終わっていきたいと思います。さあ、まあ皆さんね、えー、もう毎日戦ってはると思うんですけど、まあ戦ってる方はいいんですよ。 あの戦わないやつらは笑うでしょうけどねあの戦っているっていうこと自体が素晴らしいことですから皆さん本当に9割の方が戦わずにねもう日々をルーティーンのように過ごしておりますがこうやってね投資に目を向けて毎日こうやって戦ってねそら時には負けるでしょうね損も出すでしょうただもうこれはもう皆さんあれですよ戦う君の歌を戦わないやつらが笑うだろうファイトということでね皆さんファイトで、えー、頑張っていきたいなと僕も一緒にね頑張って おりますので、えー、皆さんと一緒に頑張っていこうかなと思っておりますのでぜひね明日の動画もご覧いただけたらなと思っておりますではまた明日の動画でお会いできたらなと思いますまたお会いいたしましょうバイバイ本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました もうすでに、えー、僕の LINE アットの友達追加、えー、もしくは、えー、チャンネル登録はお済みでしょうか僕のね、LINE アットの方では、えー、僕がね、えー、厳選した、稼げる情報っていうのをね、随時配信しておりますので、ぜひね、えー、友達追加をして、そちらの情報をね、ゲットしていただけたらなと思います。えー、チャンネル登録がまだの方はね、こちらのチャンネル登録ボタンから、えー、登録してください。あとね、おすすめ動画こちらから見ていただけますので、こちらもぜひご活用ください。ということで、またね、次の動画もしくは、えー、ライブ配信などでお会いできたらなと思います。またお会いいたしましょう。バイバイ。